アラド AR-196 巡洋艦アドミラルヒッパーに搭載された AR-196 アラド AR-196 は第二次世界大戦中のドイツ海軍の標準的な艦載水上機である。ソーフロートの単発低翼機で副用のハインケル HE60 の代替機として1937年に初飛行した。1936年にドイツ航空省は HE60 水蒸気の後継機の開発を、フォッケウルフ社とアラド社に命じた。アラド社は当時としては、進歩的な単用型の水蒸気を提案し、この案が採用され5機の試作機を受注した。試作機は1937年から1938年にかけて製作されたが、このうち2機が、ソーフロート式の AR196A 原型として、 3機が単フロートで両翼単に補助フロートを持つ AR196 バイト原型として製作された。テストの結果両形式とも一長一短があったものの安定性に勝る総フロート式の生産が決まり、以後の生産型はすべて総フロート式になった。機体構造は胴体は交換本屋組で全部は金属張り、後部はハフ張り、翼は 動翼部分以外は金属張りだった。生産は1938年11月から開始された。最初の生産型はカタパルト射出用装備がなかったが、その後のカタパルトからの射出試験の結果が好評だったため、すぐにカタパルト射出用の装備を施した型が標準となった。生産は占領下のフランスの砂こそ、オランダのフォッカーの工場でも行われ、 1944年3月までに500機以上が生産された。また、ルーマニアやブルガリアにも輸出された。主翼を折りたたんだ状態の AR-196、採用後はカタパルトを装備した海軍の主要な艦船に搭載され、偵察、観測任務に就いた。特に、ドイツ戦艦、グラーフ・シュペイやアドミラル・シェイヤの搭載機としての南大西洋での 活躍が有名である。また、沿岸基地からの対潜水艦攻撃や、紹戒任務にも多数使用された。しかし、アドミラルグラーフシュペーに搭載された機体は、故障を繰り返した挙句、最後にはエンジンすら使用を不可能に陥り、艦の貴重な策的能力としての役割を果たさなかった。本機の戦果の中で特筆すべきは、1942年、デンマーク沖で、 イギリスの潜水艦を捕獲したことが挙げられる。紹介中の2機のアラド AR-196 は、眼下にイギリス潜水艦シールが浮上したのを発見し、直ちに爆雷を投下した。もともと触雷して大損傷を受けていたシールは、至近距離の爆雷攻撃によりさらなる損傷を受け先行不能となり、やむなく水上離脱を図ったが、機関砲攻撃でさらに破損した。 ついに潜水艦の陸民により2機に対して白旗が振られ連絡を受けて急行したドイツ軍の総海底に引き渡された航空機が潜水艦を露飼するけうな事例であったヒトラーの軍艦自身の真相ナショナルジオグラフィックチャンネル D ゲシュヒテデアラド196本ハーイクリア NAXOSDIVING.com ナクソスダイビング 2015年2月13日閲覧。スミソニアン、ナショナルエアースペースミュージアム、アラド AR196 アーカイブドノーベンバー11、2013、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。ありがとうございます。